アダマスは、脚本、岡えり作画、皆川良二による日本の漫画作品。イブニングにて2007年8号より2014年18号まで、不定期連載された。タイトルのアダマスは、ダイヤモンドの語源で、屈しない、征服できないという意味。宝石使いという特殊能力を持つ流れ先麗華は、行方不明の父を探し出し、 謎の組織シャニに奪われた思い出の屋敷を取り戻すため、今日も表の仕事と裏の任務に精を出す。岡恵リ・ミナカワ・アダマス・講談社、イブニング・ KC、全11巻2008年4月23日発行、発売 ISBN978 から4から06から352221から12008年11月21日発行。 発売 ISBN978 から4から06から352,246から42009年8月21日発行。発売 ISBN978 から4から06から352,277から82010年5月21日発行。発売 ISBN978 から4から06から352,313から。 三2 0 1 0年11月19日発行、発売 ISBN978 から4から06から352343から A2011 年8月23日発行、発売 ISBN978 から4から06から352376から八2 0 1 2年4月23日発行、 発売 ISBN978 から4から06から352410から92012年11月22日発行。発売 ISBN978 から4から06から352440から62013年6月21日発行。発売 ISBN978 から4から06から352466から 62014年3月20日発行、発売 ISBN978 から4から06から35万4503から、62014年10月23日発行、発売 ISBN978 から4から06から35万4531から9。ありがとうございます。